先発の戸村、これは2回の表西武の攻撃、ノーアウト三塁一塁の場面です。スピリーのこの当たり、これを岩崎が焦ってつかめませんでした。三塁ランナーホームインして1点入りました。埼玉西武ライオンズ4回の裏の楽天の反撃、2アウト1塁2塁でエラーをした岩崎がセンター前にタイムリーヒットを放って1対1の同点に追いつきました。1対1で来た6回、戸村に対して栗山がライナーでライトスタンドへ8号のホームランを打ちます。これで2対1、ライオンズ再びリードしました。その裏、先発の菊池からマギーが初球を叩きます。スライダーを打ってライトスタンドへ同点の18号のホームラン、2対2です。7回の表の西武は2アウト満塁のチャンスを作りました。2人目の小山対3番栗山、栗山の当たりはセンターフライ、小山踏ん張りました。2対2の同点のままです。7回の裏、楽天の攻撃、ワンアウトからイジリサーがセンター前のヒット、藤田が技ありのレフト前のヒット、銀次がうまく拾ってセンター前のタイムリーヒット、3対2と楽天が勝ち越しました。8回の表の西武、3人目の青山登板して、ここはスピーディーを抑えました。青山の好リリーフでした。9回、ストッパーのラズナー登板、金子にフォアボールを与えて、これがつまずきになりました。ヘルマンがライト前のタイムリーヒット、土壇場で埼玉西武ライオンズ同点に追いつきました。3対3です。12回の表、渡辺の二塁打を生かして大崎がライトへの犠牲フライ、4対3、再び西武がリードしました。6人目、今日が2試合目の登板の早稲田出身の松下、マギーを大きなセンターフライに打ち取って、見事な松下のピッチングでした。4対3、埼玉西武ライオンズが東北楽天ゴールデンイーグルスを破りました。